リオさん不安でニカラグアの戦いは7年戦争及び、英日戦争中の1762年7月から8月にかけてジャマイカ総督のウィリアム・リトルトンがニカラグアのグラナダに遠征して占領しようとした戦闘。イギリスは18世紀を通してニカラグアを攻撃し続けたが、これは中央アメリカの植民地化を ミスキート海岸の南に拡大するニカラグアが太平洋と大西洋をつなぐ道に位置するの二つの理由による。1740年3月16日、イギリスのジョージ2世とミスキート族の王エドワード1世が友好同盟条約を締結した。条約により、ミスキート海岸はイギリスの保護国になり、イギリスはミスキート人に近代の武器を供与した。その後、 ミスキート族はアメリカ独立戦争でイギリスに味方しスペイン植民地を攻撃して数回勝利した。イギリスとスペインは1739年から1748年までジェンキンスの耳の戦争を戦い、また紛争が拡大して両国はオーストリア、継承戦争に巻き込まれた。この時は1748年のアーヘンの和訳と1750年の マドリード条約で和解した。1756年に七年戦争が勃発すると、スペインは中立を宣言した。しかし、スペインの中立政策は、同年12月26日に、イギリスの私略船アンティガリ艦が、フランス船のパンティエーブを打破した時に破られた。イギリス船の船長が両艦を、カディス湾に連れて行くと、スペイン政府は両艦とも、交流、パンティエーブは、 フランスに返還すべきでアンティガリ艦は賠償としてフランスに与えるべきであるとした。イギリスは激怒したが軍事行動は起こさなかった。この事件でイギリススペイン関係は冷却し始めた。7年戦争が進展するにつれスペインはフランスのイギリスに対する連敗がスペインの利益に悪影響を与えることを懸念した。1761年8月15日。 スペインをカルロス3世はフランスをルイ15世と第三次家族協約を締結、同盟を成立させた。これで参戦を決定したスペインはさらに秘密協定でイギリスとの戦争を準備した。スペインの目的はイギリス領のジブラルタルとジャマイカの占領にあった。イギリスは1762年1月4日にスペインに宣戦線復刻し、 18日にはスペインもイギリスに宣戦線復刻した。イギリスはすぐさまキューバとフィリピンを占領、ジャマイカ総督のウィリアム・リトルトンもニカラグア遠征を計画した。遠征の計画ではサンフアンガーを登ってニカラグア湖に着き、そしてグラナダを占領することで、スペイン領はアメリカの南部と北部の連絡を切り、太平洋への出口も獲得することになる。しかし、 それにはまず最大の障害である、諸女交代要祭を占領する必要があった。ニカラグア戦役は1762年6月、ニカラグアの暫定総督メルチョル・ビダルデロル会、ビリエーナの在任中に起こった。イギリス遠征軍の先導と援助の下、ミスキート人のフィリバスターたちは、マティイナのココア農園を攻撃した。翌月、彼らは、ヒの手がアコヤパ、エルコラル、 3. ペドロデロバゴ、フイカルパトムイムイ近くのアポンプアフ教本部などの無抵抗な集落を襲撃し、家屋を焼き打ちにし、スペイン人を捕虜にした。捕虜は多くが奴隷としてイギリス商人に売却され、ジャマイカに移送された。イギリスとミスキート人の遠征軍は7月にサンフアン川を上り、諸女交換要塞に向かった。遠征軍は、 兵士が2000人以上で船も50隻以上あり、一方で、守備軍は100人程度であった。しかも、要塞の指揮官、ファンデエレイライソートマイヨールは、重病にかかっていた。彼の娘で19歳だったラファエラエレイラは命をかけて、要塞を守ると父親に誓った。結局、指揮官のエレイラは7月15日と17日の間に死去、ドンファンデアギーライサンタクルーズが、 中流軍の暫定な指揮官に就任した。1701年から1785年まで、スペインの海岸における要塞で使われた旗、遠征軍は1762年7月26日に要塞に到着した。朝4時、要塞の紹介兵が、東のバルトラ川とサンフアン川の合流点にある、監視所の方角からの法制を聞いた。遠征軍は、 その直後に監視所を占領、その守備軍を捕虜にした。そして捕虜から指揮官のエレーラが直近に死亡したことと、そのせいで要塞が混乱に陥っていることが分かった。その数時間後、遠征軍の指揮官は要塞に死者を派遣、無条件降伏を要求した。アギーラの副官であった軍曹は降伏するつもりだったが、ラファイラは、 守備軍の臆病さにしびれを切らして、あなた方は軍隊の義務を忘れたのか敵にいいと、この、ニカラグアの州とあなたの家族を守る要塞のダッを許すのかと叱った。亡き不祖の気概に支えられたラファエラは、野蛮なミスキート人に降伏することで自身に降りかかる危険を理解していたこともあり、要塞の降伏に強く反対し、徹底抗戦を主張した。 彼女は、要塞のゲートに鍵をかけ、その鍵をしまい、そして保証を配置した。要求を拒否された、遠征軍は、三兵だけで要塞を占領できると高をくくった。武器の訓練を受けたラファエラは油断した、遠征軍に、攻撃、三発で、イギリス士官を一人殺した。イギリス軍は、この出来事に激怒、戦闘機を掲げて、要塞を猛攻した。中流軍は、 ラファエラの勇敢さに元気づけられ、激しく抵抗して、夜も続いた戦闘で、遠征軍に大損害を与えた。そして、ラファエラはアルコールに使ったシーツを木の枝に乗せて、川に浮かべ、点火して、下流の敵戦に向けて流した。この思いがけない行動で、遠征軍は攻撃を中止して、守備につくことを余儀なくされた。次の日、遠征軍は要塞を包囲したが、 進展はなかった。アギーラもラファエラの着替えで元気を出し、その後6日間の包囲戦で勝利した。ラファエラはその間に奉仕として働き、遠征軍が7年戦争の他の戦場で戦うために8月3日に撤退するまで要塞を守り抜いた。遠征軍はサンフアン側の河口まで撤退してカリブ海への海運を妨害した。要塞のスペイン守備軍にとっては、 幸運なことに、スペインとイギリス本国は11月にフォンテーヌブローで和平交渉を始め、翌年の2月10日のパリ条約にこぎつけた。イギリスが占領したキューバとマニラを返還する代わりに、スペインはフロリダを割譲した。1779年に、スペインがアメリカ独立戦争に参戦すると、ジャマイカ総督のジョンダリングは、再度の遠征を提案。 1780年に実行に移した。今度は、ジョン・ポルソンとホレーショネルソンが要塞を攻撃、4月29日に、不安でアインサ率いる守備軍228人を降伏させた。当時22歳のネルソンは28門フリゲートのヒンチンブルックの艦長で、密林を抜けて、要塞の背後の山から攻撃する任務に就いた。 イギリス軍は要塞を1781年1月に放棄するまでの9ヶ月間占領した。ありがとうございます。